マチェイクスは、チェコ、プルゼニ出身のスピードウェイのライダー。チェコで複数回チャンピオンであり、ヨーロッパパリスピードウェイチャンピオンシップの2009年と2010年の優勝者である。また、ベリック・バンディッツとレッドカー・ベアーズから、イギリスのスピードウェイプレミアリーグにも参戦している。マテイクスとも。クスは、スピードウェイワールドカップのチェコ代表で、 プラハでのスピードウェイグランプリのワイルドカードに3度指名されている。2008年にスピードウェイワールドカップの代表に選出され初参戦し、チェコのフル代表として国際参戦を果たした。2014年に所属したベレック・バンディッツから2015年はフルスのレッドカー・ベアーズに復帰した。2016年シーズン現在はプレミアリーグのニューカッスル・ダイヤモンズに所属している。 ベリック・バンディッツからレース参戦した際にクラッシュ事故でクスは45分間意識を失った。意識を回復した時彼は記憶喪失になると同時に報道によれば突如説明不能な形で英語の知識を得て完璧な英語を話すという神聖遺言として知られる頂上現象に見舞われた。クスはその頃英語を学び始めたばかりであったのでチームメートは 彼が完璧な英語を話すのを聞いて驚愕した。しかしながら、この現象は長続きせず、クスは、事故後の2日間の記憶を取り戻すことはなかった。ありがとうございます。